1949年、大平前後は、日本の国際法学者。一橋大学名誉教授、キリスト教徒であり、青山学院大学学長も務めた。青山学院大学名誉教授、十三味君に二等髄法省、法学博士、福島県藍津若松市出身。妻は、宮城県会議長、南城秀夫の長女。 民法の岩田新聞家であったが、中村進む馬の国際法講座を引き継いだ。第二次世界大戦開戦後東亜研究所や外務省条約局職宅として中国疎開の国際法上の地位について扱う。戦後は国際政治学をも射程に入れ、日本国際政治学解説率にも参画。後に同学会名より事に推挙された。安保闘争では、 安保法案推進の立場から論を展開し、注目を集める。一橋定年後は、青山学院大学学長として、機動隊を投入し大学闘争を鎮圧した。1989年死去。青山学院大学礼拝堂で葬儀が執り行われ、細谷千尋が葬儀委員長を務めた。指導学生に、佐藤和夫青山学院大学名誉教授。 皆川河本一橋大教授、桑原明寺一橋大名誉教授、細谷千尋一橋大学名誉教授、上、純十一京大名誉教授、大谷義雄一橋大学名誉教授、横川新大十二大成城大学学長、京塚、佐久太郎中央大学名誉教授、田中森尾元防衛一家大学校副校長など、高等試験臨時員、 国際法学会理事、同盟より事、学術少年審議会科学研究費等文化、審議会委員、国際法協会日本支部理事、アジア政経学会常務理事、同盟より事、日本国際連合協会理事、日本国際政治学会理事、同盟より事、日本国際問題研究所常任理事、日本学術会議会員等を歴任。ありがとうございます。